僕はオンマが大好き。高校息子である韓国人気スター10人。皆さんこんにちは。今回は自分のオンマが大好きという韓国スターの方たちをご紹介します。今動画を見てくださっている方も母親が大好きという方たくさんいらっしゃると思いますが、かっこいい韓国スターも皆さん同じなのですね。ではエピソードとともにご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。エンタメポンポコリン804。一人目、チチャンウクさん。1987年7月5日生まれ。アジアの貴公子と呼ばれる彼、子供の頃に父親と死別しており、母子家庭で育ちました。チチャンウクさんは中学高校と成績優秀な生徒でしたが、その後俳優を志してから一転、勉強をサボり遊び放題の日々を過ごしていたようです。そのため演技について学びたいからと大学進学を希望しましたが、母親に反対されてしまいます。しかし最終的には応援してくれ、いつもどんな時も謙虚でいなさい、言葉に注意するのですよと常々言われてきたそうで、自分が成功したのは母親のおかげと言っています。そしていつも見守ってくれていた母親に自宅をプレゼントしたそうです。インスタグラムにたびたび母親とのツーショットが投稿されていますが、本当に仲の良さがわかりますよね。2人目、イミンホさん。1987年6月22日生まれ。母親が大好きだとして知られているイミンホさん。過去に当チャンネルで動画にもしていますが、11年連続で海外で最も愛される韓国俳優1位に輝いています。彼の恋人に望む条件が、1日3食きちんと食事を作ってくれること、母の味をしっかりと受け継いでくれることなのだとか。デビューしてからも母親の料理が食べたくて実家に住んでいたそうですね。高学歴の長身イケメン俳優、演技力も抜群で性格も素晴らしいと仕事仲間に言われるほど文句のつけどころのないイミンホさんがお母さん大好きと聞くと、なんともほっこりとした温かい気持ちになりますね。3人目、 BTSV さん。1995年12月30日生まれ。スマホの待ち受け画面を両親のツーショット写真にしていたことがあるほど家族思いな V さん。こんなエピソードが。セマウル食堂、香港バンジョム0410など飲食チェーンを数多く手掛ける韓国を代表する料理研究家のペク・ジョンウォンさんと共演した際、母親のためにサインを求める姿が注目を集めました。 V さんは、先生、僕の母は先生を見て料理を学んでいました。この後サインをいただけますか。誰かにサインをお願いするのは初めてなのです、と自らお願いしたそうです。そして見事サインをゲットした V さんは、先生、写真も撮ってほしいです、と記念写真まで。なんて可愛いんでしょう。お母さんが本当に大切なのだと伝わってきますね。4人目、ナムジュヒョクさん。1994年2月22日生まれ。モデルとしてスタートし、数々のドラマや映画の出演を経て人気俳優へと駆け上がったナムジュヒョクさん。インタビューで変化と成長のきっかけについて質問を受けた際に、バスケットボール選手時代に母親が送ってくれたメールのおかげですと答えています。さらには俳優として新しくスタートした時も、母親のメールをもう一度読み返して心を引き締め、疲れた時に見ると元気をもらえ力になると語り、母親がいるから自分は頑張れているとおっしゃったそうです。今月19日に除隊予定ですが、きっと彼のことを心配して待っているお母さんにとって、立派に戻ってくるナムジュヒョクさんが誇らしく、そして待ち遠しいでしょうね。5人目、ストレイキッズフィリックスさん。2000年9月15日生まれ。オーストラリア出身のフィリックスさんは、コロナ禍を乗り越え2022年4月に約2年半ぶりにふるさとで家族と再会することができました。その際にはファンから多くの祝福が寄せられました。彼の母親は2022年9月インスタグラムを通してフィリックスさんからサプライズプレゼントを受け取ったエピソードを紹介しました。帰省していたフィリックスさんと家族で外出中、
香水を買いに行ったフィリックスさんから時間がかかりそうだからお母さんも来てと電話が。言われた場所に向かうとアップルストアだったそうです。そして彼がサプライズでパソコンを買ってくれたとのこと。今使っているものが壊れていないからと遠慮していたらいいものを使ってほしいと言ってくれたそうです。息子からのとても心のこもったプレゼントに涙が出ましたとフィリックスさんの親孝行ぶりを話してくれました。6人目、トゥモローバイトゥゲザー、ヨンジュンさん。1999年9月13日生まれ。幼い頃2年間ほどアメリカで暮らしていたことがあるヨンジュンは中学生になり英語の塾に入ることに。同時期にダンスアカデミーにも通っていたためダンスと勉強の両立に悩んでいることを塾の先生に相談するも厳しいことを言われてしまったそうです。親に叱られるだろうなと思いながら帰宅したら塾から連絡を受けた母親はヨンジュンに塾はやめてダンスに集中しましょうと言ってくれ理解をしてくれたそうです。さすがお母さんですね。その後練習生となり人気 K-POP アイドルへと成長したヨンジュン、本当に母には感謝していますと背中を押して応援してくれた母親への感謝を語りました。そして2021年に MV 撮影のために免許を取得した際は運転の練習を兼ね休日に母親を乗せてドライブデートに出かけたとか。自分の母親とのエピソードを話してくれるヨンジュ、本当に素敵だしキュンとしてしまいますよね。7人目、 BTS ジョングクさん。1997年9月1日生まれ。 BTS の黄金マンネジョングクさん。13歳にしてプサンからソウルに上京し練習生としてスタートします。バラエティ番組のインタビューで地元を離れた当時について、宿舎に入って何ヶ月か経った頃母に会いたくてコンビニでカップラーメンを食べながら会いたくて泣きましたと答えました。慣れない生活に不安を抱えていた時に思い出すのは誰でもない母親だったそうです。そうですよね、まだ小さい子供ですもんね。また V ライブで生配信を行った時には母親への思いを吐露したこともあります。今日僕は息子だからお母さんが小言を言うと面倒だなって思ってしまう、自分のことは自分でやるって言っておきながら後で申し訳なくなる、お母さん見ていますか、この愚かだけど偉そうな息子、これから親孝行します、お母さん産んでくれてありがとうございます、口ではいつもブツブツ言ってしまうけど本当にたくさん感謝してます思っていますと感謝を口にしました。さらにアーミーに向けても皆さんぜひ親孝行してくださいと締めくくりました。なんて素直な感情を出してくれるのでしょうね。ファンにとってはとっても嬉しいですよね。8人目、イジョンソクさん。1989年9月14日生まれ。イジョンソクさんの父親はとても厳格な方だったようで、今でも会うと背筋がピシッと伸びてしまうのだとか。母親とはかなり仲良しのようで、2人で登山をしたりデートをしたり、たびたびその様子を公開しています。自分のカレンダーをプレゼントし、それを手に笑顔を見せている母親の様子をインスタグラムに投稿したこともあります。2015年の投稿では仲良く手をつないでいる様子をアップ。10年近く前の写真ではありますが、先月の8月3日の投稿でも親孝行と友情を同時にというタイトルで仲の良い写真をポストしています。本当に温かな家庭だということがわかりますよね。9人目、ライズ・アントンさん。2004年3月21日生まれ。アントンさんは歌手でもあり作曲家でもある父親と女優の母親を持ち、アメリカニュージャージー州で生まれ育ちました。幼い頃から家族の日常に密着したテレビ番組に出演していたため、韓国のお茶の間でも仲良し家族としてよく知られた存在でした。母国を離れ韓国で練習生をしていた頃はセルフィーを撮って今日も運動したよと母親に送っていたそうです。デビュー後初めての休暇も母親とニューヨークデートを満喫していました。また公式の YouTube の企画でメンバーたちとお化け屋敷へ入った際、怯えながらオンマーと呼ぶ姿が映っています。不意に出てしまうオンマが日常の中のいい様子が分かってしまう、とっても可愛い部分ですね。そして最後10人目は
チャウヌさん、1997年3月30日生まれ。世界中が認める顔面国宝、顔天才との呼び名があるチャウヌさん。またこの性格の良さでも知られている彼は、以前母親にであると明かしていることから、もう超絶美しいことは間違いないでしょうね。幼い頃は母親から褒めてもらえず、少し寂しい思いをしたとのこと。母親はウヌさんが周りの人たちからたくさん褒められていたため、さらに親まで褒めて育ててしまうと自信過剰な子に育ってしまうと考えたため、優しく謙虚な息子に育てるために過剰に褒めず我慢していたそうです。しかしドラマ女神降臨で OST ラブソーファインを担当した際、ウヌさんの母親はその曲を携帯電話の呼び出し音と着信音に設定したそうです。周囲になるべく長くこの曲を聴かせたくて、わざと電話に遅く出るようにしているという、仲良し家族っぷりを感じる温かいエピソードがありました。なんて微笑ましいのでしょうね。さて、10名の御馬大好きな人気スターをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。母親が好きという男子は多いかと思いますが、皆さんのエピソードを聞くと本当に心が温かくなると同時に、皆さん親への感謝の気持ちを持っているからこそ、ファンにも温かい心が向き、そして人気スターの道を切り開いているのではないかと思いました。これからもますます輝いてほしいですね。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。